皆さんこんにちは、はじめまして、はたとりえこです。これが YouTube 最初の投稿となるので軽く自己紹介をしたいと思います。私は今テキサスのテキサスバレエシアターというところでプロバレエダンサーとして、働いています。テキサスに住んで約2年が経ちます。テキサスに来る前はフロリダのカンパニーに所属していたので、フロリダで約8ヶ月過ごしたことがあります。私の外国人のお友達も多分この動画を見てくれていると思うので、私の、あまり上手じゃない英語で少し話していきたいと思います。 Hi everyone! Welcome to my channel! My name is Rieko Hatato. I am a professional ballet dancer in United States. I'm dancing with Texas Ballet Theater and I've lived here for 2 years, and before coming to here, I mean Texas, I was in Florida for just 8 months. In my video, mostly I will speak in Japanese, but I will put the English subtitle, so please use them to watch my videos. I'll try translate correctly, but if it's not perfect, please understand me. YouTube を始めようと思ったきっかけは、昔から YouTube をたくさん見ていたので、YouTuber になることも少し興味があったんですけれど、なかなか踏み出せなくて、そんな時に、私の母が、YouTube そんなにいっぱい見てるなら自分も投稿すればいいじゃんっていう軽い一言からちょっと考え始めて、やっと始めることを決心しました。本当は、3月の中旬から自粛期間が始まっていたので、もっと早くから始めたらよかったのになと思うんですけれど、踏み出せずにいてようやく始めたっていうところです。それで、これからどんな動画を撮っていきたいかっていうのをお話しします。日本からアメリカに一人で移住してプロバレエダンサーとして、どんな生活をしているのかとかを共有したいなと思います。あとは自分自身のための Vlog みたいな感じにもなるのかと思います。少しでも多くの人にバレエの魅力とかバレエについてもっと知ってもらえたらなと思っています。なのでバレエを始めたばっかな人とか、バレエを始めたいなと思っている人向けの動画を作ったりとか、軽くエクササイズ動画みたいなのも撮っていきたいと思います。あと私が個人的にすごくメイク動画を見るのがすごく好きなので、メイク動画も撮れたら撮っていきたいと思います。そのプロじゃないんで上手ではないんですけれど、ただ自分が好きなジャンルなのでメイク動画も撮っていきたいと思います。あとは料理動画とかも作れたらなと思います。私が料理が得意とかではなくて、ただいろんなものを作って共有していきたいっていうことだけです。この動画はほとんど、私の趣味動画になるかもしれないです。あとは、このアメリカで生活していて、気づいたこととか、なんか日本と違うことだったりとかを共有するための動画にもなると思います。私はすごくカメラに向かって話したり、みんなの前で話すことがとても苦手なので、克服できるように頑張りたいと思います。動画の投稿頻度ですが、自分の編集の速さと、あとはまあ
様子見次第で決めていきたいと思います。何かを教えるチャンネルではなくて、みんなと、いろんなことをシェアできるチャンネルにしたいと思います。あんまり語彙力なくて日本語もあんまり上手に話せないんですけれど、どうか温かい目で見守ってください。なので、これからよろしくお願いします。これから YouTube を楽しく始めていきたいので、ぜひ皆さん、チャンネル登録の方と、グッドボタンの方よろしくお願いします。すごい内容の薄い動画になってしまったんですが、最後までご視聴いただきありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。